自分の体のことは自分が一番よく分かっている。サッカー選手だけでなく多くの人がそう信じていると思います。しかし例えばがんという病気は本人が全く自覚症状を持つことなしに健康診断で見つかることも珍しくありません。これは人間の本能や感覚だけでは到底計り知ることのできない、そういった人間の部分に最新の科学を使って入り込み、時には健康状態を元に戻す、時にはより能力を発達させる、そういったことに活用している非常にいい事例だと思います。このようなプロセスは現代のスポーツコーチングにおいては欠かすことはできません。例えば我々の研究チームでは手の指に赤外線を当てるだけで血液の中のヘモグロビンを測定し、例えばそのサッカー選手が貧血状態であるかどうか、もし貧血状態ならその状態を改善する取り組みをしています。サッカー選手だけでなくスポーツ選手はその見た目、非常に体力がありそうだ、もしくは実際に非常に体力があるため一見無縁のように感じられています。しかし我々の調査ではサッカー選手だけでなく大学のトップレベルのアスリートなんかは 10% ほど貧血状態であることが分かっています。これは普段のトレーニングによって回復するために睡眠や栄養を取らなければいけないのに、そういったことが取れてないといったことが大きな原因となっています。ですので睡眠や休養を取らなければいけないのにもっと頑張らなければいけないといってトレーニングの量を増やすことで症状を悪化させていることも少なくありません。他にも我々はGPS データを使ってサッカー選手がどれぐらい走り、どれぐらいジャンプをし、どれぐらいダッシュしているかということをデータ化し、それをパフォーマンスの向上や怪我の予防に役立てるように取り組んでいます。サッカーのコンディショニングの世界的権威デンマーク人のバングスボ先生はこう言っています。サッカーは科学ではありません。しかしながら科学はサッカーを進歩させる。もはやこの現代スポーツにおいてこのような科学的なアプローチは不可欠になっています。ぜひ皆さんも私と一緒にこのような学問に触れてみませんか。